はい、握手をしてバトルスタート。お、サンダーとジラーチに会って、はい、右側のプレイヤーのベンチは、マイカですね。マイカですね。ジラーチが入ったマイカ型、カラマニロ型のデッキもね、そこそこいたということなので、ウルトラニクロズマというよりは結構超タイプのカラマネロジックのデッキっていう、そういうイメージはありますね。現在だと脇田選手は、はい、まあ、今回多めであるデッキタイプのサンダー軸かもしれないですね。サンダー雷、はい、どうぞ。なるほど、ここはジラーチ。ここから先このデッキを見ることはちょくちょくありそうですね。そうですね、はい、お願いします。はい、すごい流行っている雰囲気があって、対策も皆さんね考えてきていると思いますが、それでもなお跳ね返すパワー、グズマを使ってマイカ、はい、さあここは願い星、はい、グズマからの願い星、上から5枚、はい、どうしようかな。結構トレーナーズ多いっぽくて悩んでますかね。そうですね、イーブイがいるのでスケボーサンダース、はい、サンダース GX は入ってそうですね。あ、イーブイの色違いがちょっと見えたかもしれないですね。そうですね、はい、はい、お願いします、はい、ありがとうございます。さあここはエネルギーをサンダーにつける、はい、スケープボードつけます、はい、スケープボードをつける、これ一部でも守ります、はい、ポケモンチェック、はい、さあ眠ってポケモンチェックで置きます。表です。さあこのカラマネロジックのデッキのメインアタッカーはどういうポケモンかっていうところもね、少し見ていきたいなと思います。そうですね、はい、まあいろいろとパターンはありますからね、何とも言えないですが、ただ鋼エネルギーがちらっと見えているのでウルトラネクロズマ入ってるかなとは思いますね。なるほど、鋼が入っていたと。さあダート2枚引いて1枚トラッシュ、ダートみたいにトラッシュする効果があるカードは、はい、超タイプをトラッシュしてカラマネロの特性でつけるという効果から、カラマネロデッキと結構相性がいいカードかもしれません。そうですね、超エネルギーですね、まあ、エスケープボード、ハイパーボールのどっちかっていうところですね。これ難しいですね、選択が、はい、手札次第ですが、ハイパーボールどうぞ、ごめんなさいごめんなさい、加えます、はい、どうぞどうぞ。ああそういうことか、ありましたすいません、ちょっと公開してしまってすいません。エスケープボードをトラッシュしてハイパーボールを手札に加えましたね。じゃあ入れ替えて、はい、はい、ここはポケモン入れ替え、ジラーチ前に出して願い星、さあお互い願い星を見合っている状況ですね。スピナー、はい、使います、はい、さあエネルギースピナー使ってエネルギー1個加えていきます。ちょっと山見ますね、どうぞ。高校で使うとね、かなり持ってこれますけれど、高校じゃなくてもね、普通にエネルギーの代わりになるんで強いカードですよね。そうですね、まあ今これしかないっていうところもありますが、はい、博士の手紙に近い感じですね。そうですね、博士の手紙は強すぎますよねジラーチでエネルギーを持ってこれるっていう風にサーチがつながるというところで強い効果かもしれません。そうですね、はい、やはりエネルギーを持ってくれるグッズっていうのは大事です ね、 そうですね、こういうジラチがいると。今エネクジかエネルギースピナーかとかそういう感じですよね。さあ今回脇田選手、山口選手いずれも8勝0敗ですね。あ、まだ使えます、はい、つまり全勝同士ですね、はい、今回。そうですね、ここで超エネルギーをトラッシュ2枚していいと思いますが、まあ、山札のエネルギー次第ですね、はい、はい、鋼エネルギーを取らせてましたね、はい、うん、ちょっと分からなくなってきましたね。デッキがもしかしたら想定しているものではないのかもしれないです。なるほど、鋼エネルギー手札に2枚あるんですかね。ギラティナを選ぼうとしてやめたのかな今。そうです、まあ、サンダーなのでウルトラネクロズマはちょっと良くないかなとは思いますね、はい、やはりここまでです、はい、大丈夫です。見合った時にそこまで得する見合い方じゃないので、
普通に殴り合うのであれば、今ベンチにそれぞれいるギラディナとサンダーの方がいいですね。なるほど。でいずれもお互いを倒し合えそうなポケモン同士ですかね。そうですね。あとはまあそうですね、ギラティナここでトラッシュできたら相当いいので、ミステリートレジャーでトラッシュして特性で戻ってくるっていうのはいいですね。まあマイカを出したいですが、なるほど、サポートがちょっとなかったんですかね。ワンダータッチでリリーを手札に加えました。はい、ギラティナ130ダメージ出ますから、はい、はい、サンダーを倒すには十分。そうですね。でサンダーがギラティナを倒しづらいというのはありますね。はい、HP 130なので結構大変ですね。デストボール、はい、まあ、エレキパー2回使う必要があるの で、 エレキパー2回使ってやっと非ポケモン GX が倒せるっていうところなので、少しハードルが違うかもしれません。そうなんですよね、はい、使ってるカードに対するサイドの取り方がちょっと得できなくて、なのでギラティナ側の方がしっかりと動くのであれば有利ですね。なのでサンダー側はマイカとかをしっかりと処理していく必要がありますね、はい、お願いします。ギラティナ側はどこに自分にダメージを置くかってことも結構ポイントかもしれないですね。そうですね、ギラティナに置くタイミングももちろんあると思うんですけど、はい、振ります。じゃあ表、はい、どうぞ。1枚引きます。はい、サイコロでの確認ですね。偶数が表、奇数が裏という判定ですね、はい、なるほど。さあここはサンダー2匹目。あれちょっと面白い、カードありました。カードありましたか。ジャッジマン、はい、はい、ジャッジマンなので分からなくなりましたけど。さあジャッジマンお互い4枚になるまで引き直します。ああ、そう、はい、お願いします。はい、4枚引きます。さあ4枚ずつ引いていく。願い星、はい、さあ願い星で5枚見て、そうなんですよね、トータイプが見えました。なるほど、はい、レスキュータンカーも、はい、おそらくミラーを意識してるんでしょうかね。ミラーだとするとサンダーは抵抗力なので、まあ鋼、そうですね、まあ雷デッキを意識してるんですかね。サンダースですとか、はい、ゼララを倒せるようにっていう感じですかね。そうですね、でジェラーチメンチ、はい、さあジェラーチ、ちょっと面白そうな出来ですね。もうちょっと見てみたいです、はい、さあサンダー前に出ていきます。サルツサンダー、はい、はい、70プラス80ダメージでジラシ倒す。そうですね、ここのデッキは結構デッキをサイド先行していきたいので、はい、まあ早々にジラシ倒したのはいいかなと思いますね。じゃあ手で踏まえでドローします、はい、さああとここでねカラマネロとかも早く進化していきたいですね、はい、あ、進化しましたカラマネロ。エスケープボードが何枚入っているかですね。もう確定トフとかにつけていきたいですけど、もはやウルトラネクロズも出すか、出そうか迷ってる感じ、迷ってますね。まあ出しました、はい、勝ち負けをつける、まあ、リーディで5枚数が増えますし、はい、あとアタッカーが引ける保証がないので1匹しかアタッカーがいないは結構辛いですね。なるほど、で出していったということですかね。そうですね、そこは割り切って出すは全然いいと思いますね。さあここで少し考える。この番技を使いに行けないかもしれないですね。サイコリチャージ、はい、はい、サイコリチャージ、ソラッシュからベンチポケモンに超エネルギーをつけることができます。ギラティナに超エネルギーが2個ついた状態になりました。逃げます、はい、逃げましたね。カプリレクにエネルギーつけて逃げて、はい、
まあ、ギラティナであれば戻ってこれるので、じゃあ、終わります。一番引きます。ただ、まあ、倒されないという判断、もしくは倒されたとしたら、それはそれで結構厳しいんですけどね、また入れ替えることがしづらくなってしまうので、はい、さあ、アブソルが出てきました。はい、あと何分ですか？あと、残り14分30秒になります。はいはい、バトルは種ポケモンの逃げるエネルギーが1個多くなります。グズマで間合いか。はい、さあ、ここはグズマで間合いかを呼び出して、ジラーチ願い星、はい、はい、いいですね。はい、このグズマジラーチのコンボ何回も見ています、今回。かなり強いです。で、レンジを持ってくる。はい。はい、やはりカラモネロデッキはカラモネロをまず倒すっていうことが基本にはなってくるので、はい、地味に HP90 がサンダーがね10足りないところでね、そうですね、なのでまあグズマとあとはエレキパワー持ってるタイミングで狙っていくっていう感じですね。まあ、こうなってくるとギラティナの自傷ダメージをどこに置くかっていうのは相当難しくなってきますね。カラモネに置くとサンダー圏内に簡単に入っちゃいますもんね。さあ、ここはエネルギーつけつつレスキュー段階でマイカ呼び出して出しました。3枚、はい、投影サイド2枚のポケモンに置くっていうのも結構リスク高くいいですからね。なるほど、ネスト、はい、さあ、ネストボールでギラティナですかね。ギラティナですね。ギラティナを直接ベンチに置きます。じゃあお願いします。さあ、ベンチを5匹埋めていきます。はい、サイコリチャージ、はい、サイコリチャージでエネルギーをつけておく。じゃあ、シャドウインパクト、はい、ケースで4点を後ろのギラティナで、はい、後ろのギラティナにつけつつ倒しました。はい、自分の、ね、場のポケモン1匹にもダメか4個置くという効果がありますギラティナです。はい、サンダーを1駅倒すほどのダメージがあります。まあ、後ろのギラティナは誰でも嫌だから後ろのギラティナっていうイメージを受けますね。なるほど、まあ、後ろのギラティナも良くないんですけどね、あんま置きたくないんですけど。なるほど、なるほど、苦渋の決断と言いますか、まあ、もうちょっと時間が欲しいというところで前は絶対に無理ですね。で、後ろのカラマネロマイカは育てなきゃいけないのでダメか乗せたくない、はい、でカプテテウルトラネクロズマはサイド2枚ポケモンなので、まあ、エレキパワーと合わせて一撃圏内をもっと楽にするのはちょっと避けたいっていうところで、まあ消去法ギラティナかなっていうところですね。はい、さあ、脇田選手少し止まりました。残りセーブ4枚、はい、どうぞ。ここはジラーチで穴抜きの紐を持ってきました。はい、はい、さあ、ここは穴抜けの紐を置きましたかね。穴抜けの紐を使います。はい、でロストミキサーが入っているように見ましたかね。そうですね、いろいろ入ってますね。そうですね、はい、はい、ロストじゃない、エレキパワーでした。エレキパワーですかね、はい、しました。あれ見づらいんですよね。エレキパワーとロストミキサー確かにあれエレキパワーですね。遠目から見ると、はい、間違いやすいですが、白を持ってきます。はい、どうぞ。さあ、白を使って、まだ触ります。はい、どうぞ。電磁、はい、白を持って、そうですね、電磁を使ってエスケープボードですかね。はい、カビエネルギーとごめんなさい、ハイパーボールですかね。あー、OK です。ネストボール、はい、ネストボール、はい、OK です。ネストボールを使ってイーブを出すという動きです。で、エナジー進化まで来ましたね、イーブ。サンダースにエナジー進化、サンダースに進化、サンダース EX、 エネルギーつけたらすぐに進化できます。お願いします。はい、スケボー、やっぱり1進化ポケモンとはいえ、エネルギーつけたらすぐに進化できる、はい、サンダースの安定感は別格ですね。いや、別格ですね。1進化としては、はい、ここはサンダースで行くんでしょうか。エレキバレット3-3で、はい、わかりました。じゃあ7にします。エレキバレット行きましたね。これどういう作戦ですかね、これは。そうですね、ちょっと測りかねはしますが、まあ、ギラティナをそもそも倒しても戻ってくるっていうところで、
そこまで倒すことに対するメリットを感じていないのかもしれないですね。なるほど。なので倒すなら同時に倒していくっていうところはあるかもしれないです。あとは、滅亡の光 GX を結構警戒しているのかもしれないですね。はい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 。なのでできれば同時にサイドを取っていきたいっていう気持ちはあるかもしれないです。まあ、放っておいてもギラティナはダメ感自分で増やしていくので、トレジャーで、はい、自傷ダメージで、はい、技を使ったときは対象なしで、はい、ダメ感4個置いてますもんね。はい、さあここはミステリートレジャーで対象なしでした。ジラーチをトラッシュしてます。はい、ここからサンダースを一撃倒すプランはちょっと難しいですね。あと9分です。調理できないんで。了解。はい。ここはギラティナで行くと。4枚。はい。シロナ使って4枚引きます。さあ130ダメージが出ます、ギラティナ。サンダースを2回で倒していくプランでしょうかね。はい、あ、エネルギースピナー使って剥がれエネルギー加えました。お願いします。ウルトラネックロズマンも動かしていくっていう、そういう意味合いですかね。そうですね。はい、GX が出てきたので、はい、ウルトラネックロズマンは動く価値は出てきましたね。はい、あ、じゃあシャドウインパクト130で。はい、130、はい。はい。で、前で4点。はい、あ、ここは前に行きましたね。1枚。はい、まあ。トラッシュエネルギーがまずないのかもしれないですね。電磁、はい、トラッシュにエネルギー多分なかったですね、さっき見た感じ。なるほど、まあ、2枚あったらウルトラネクロズまでサンダース GX 倒しに行けたので。そうですね、なかったです。はい、さあ電磁を使って神のエネルギーとこだわりハチマキを持っていきます。お願いします。はい、ここは GX 技ですかね。残り9です。スピードランチ X。はい、OK です。あ、行きましたね。GX 技使って次の番サンダースは無敵と、ヒテロン選手も説明しましたけれども、このサンダースの、サンダースのね、技によって無敵になりますから、まあ、グズまで回避はできますけれど、その代わりサイドは1枚しか取れないというところで。そうですね、ベンチにはサイド1枚しか取れないポケモンがいるしかいないので、まあ、相手の技の効果、ダメージを受けない状態になっているサンダース、はい、サイコリチャージはちょっと厄介ですね、はい、現状。なるほど。まあ、グズマは手札にあるので何を倒すかっていう話ではあると思いますが、まあ、サンダーが一番丸いかなとは思いますね。グズマでサンダーですね。はい、サンダー呼び出して。そうですよね、ここで別にウルトラネクロズも行きたくなかったですよね。さあ、ここでウルトラネックロズマ GX、サイコリチャージ、フォトンゲイザーという技でトラッシュ、自分の超エネルギーをトラッシュした、基本超エネルギートラッシュした数 ×8 を追加していきます。はい、いわゆる青天井系の大ダメージポケモンですけれども、相手がね、ポケモン GX じゃない場合はちょっとね、燃費が悪い可能性もあるポケモンです。そうですね、はい、これ結構リスクありますよね。サンダーのエレキパワーで倒される可能性は全然あるので、はい、サンダースですね。そうですね、サンダース GX が110出ますので、はい、ちょっとウルトラネクロズマでいくのは、ダワリハチマキプラスエレキパワーとかでね、届きますかね。そうですね、まあ、あともうちょっと言いますね。あ、そうか、もう30ダメージ乗ってますもんね。さっきの30が効いてるかなという感じですね。残り160、140、ハチマキ、エレキパワー届きますね。これは強いぞ。
ここはウルトラネクロスもできたくなかったですね。はい、シロナ、はい、シロナ行きました。さあ110プラス60170出ます。さっきサンダースで置いておいたダメ感3つがここに来て生きる。逃がします。はい、さあ逃げてここはサンダース GX、あとやることがとかボタン、はい、さらにボタン、ヘッドボルト170ゲージで1枚あ2枚ボタン、さあ倒していきました。フラッシュに超エネルギーが1枚しかないんですね。だとすると相当つらいな。ギラティナがよみがえってきて加速して、そうですね、カラマネロで加速して加速して新しいギラティナで行くっていうプランはあるんですけど、はい、トラッシュエネルギーが1枚しかないのでちょっとそれができなさそうですね。エネルギーを捨てられればというところですね。そうですね、逃げちゃったらグズマがないといけないというところで、あ、エネルギーありましたね。全然2枚ありますね。ありましたね。であればまあ、それぐらいしかないですかね。はい、それでサンダースを倒してサイド2枚取りつつ、はい、まあ、グズマ、サンダー倒されるがないのを願うしかないかなぐらいな。少なくとも3ターンかかると思うので、残り3分40秒でいけるかというところですね。逆に左側のプレイヤーは報道で、はい、リチャージ2回、はい、グズマとエレキパワーとかでサンダル倒せたりする場面だと思うの で破れた扉でジラチジラチで、はい、あ、はい、さあここはジラチにギラティナダメ感を乗っけていく。今ジラチジラチって言ってた、ね、逃げます。はい、まあ、ジラチを倒すしか間に合いそうにないですね。これあれですかね、これで三つ子の光 GX 使って2枚通り狙う感じですかね。そうですね、はい、それはありえますね。次の場合に三つ子の光打っていれば、今もうサイド残り3枚なので、ジラーチにダメ感が6個打つのって2枚取りで勝てるというプランかもしれませんが、このバーンどうでしょう、脇田選手勝てるかどうか。いやー、そう考えるとやっぱりベンチのギラティナ倒したら勝ちというところですけれど、はい、今グズマがあるかを確認したいですよね。グズマは 山にはありそうですね。山にはあるんですが、カブコケゴも手じゃないな。はい、カブコケゴ GX 持ってきます。はい、まあ、さります。エストボール。はい。はい、カブコケゴ。ここはセーフという判断ですかね。はい、でカブコケゴプリズムスターを出すと。願い星、はい、はい、5枚、はい、どうぞ。さあ願い星でグズマが来れば終わりましたが、ちょっと来てないみたいですね。白の、はい、でマラサあります。あ、OK です。手張り、はい、グズマは引けずですかね。スケープを、はい、知らな、引けずですね、はい、グズマ引けず、はい、はい、カップコ結構あるんで、あと何分ですか。あと50秒です。6枚、はい、お願いします。はい、さあここはサナですね。はい、じゃあドローします。さあここ山口選手、ちょっと残り1分切ってますね。ウルトラネクローズの見えますけれど、あれ、この場合ってどうなります。もう僕のターンで終わりですか。この時間で終わってしまうとそうなります。ああ、あと何秒ですか。あと15秒ですね。15秒、これはちまったな。
じゃあ今、時間終わりましたので、終わりましたプレイヤーなので、惜しくもこちらが終わるところまで進めてください。わかりました。まあ、でもこの番もね、ウルトラネクロスマ出すからの鋼エネルギー引いてきて、超エネルギーつけつつ、逃げて滅亡の光で勝てる場面ではあるので、そうですね、はい、まあ、この番の終わりまでだと思うので、シロナを持っていることを考えると、この番で山口選手、勝ち切る可能性ありますね、はい、そうですね、その可能性は十分にあるかなと思います、はい、今のは勝てる可能性があった番だったので。正当な考える時間だったかなという感じですね、はい、あ、シロナ使いましたか。いやー、もったいねえな、もういいしかないな。まだ使っ、まだサポート使ってないですかね。シロナ消えた。あ、シロナ逃げてなかったかな、もしかして。クズマしかないですね。あ、僕は見間違いかもしれない。そうですね、カプテルフを置いたらミステリートレジャー切っちゃうと勝ち筋がなくなっちゃう。はい、じゃあイメージョンで、はい、はい、うん、サイコリチャージ、はい、はい、じゃあチラチラ、はい、チラチでサイド11ですね。ラジドライブ、はい、すいません。あー、もったいないなー、グズムまあ、しゃあないですね。すいません。いえいえ、じゃあ、ここまでになります、はい、はい、というわけで、惜しくも両者取り切れず申し訳ないです、両者負けです。うん、はい、というわけで、はい、8-1同士となりましたので、まあ、次ね、また勝てば9-1で上がれる可能性高いかなというところですかね。そうですね、はい、いずれもね、あの決勝卓上がれる可能性あるタイミングだと思いますので、うん、頑張ってほしいです。そうですね、はい、ぜひ頑張ってもらいたいですね。今の勝負振り返ってどうですか。なんともっていう感じではありますけれども、はい、そうですね、まあお互いに、やっぱりやり慣れてるプレイヤーですし、まあ、最前提尽くしてたかなとは思いましたね、はい、まあ、持ってる札で全部、しっかりと動かしていたので、まあ、そこはしっかりうまかったなとは思いましたね、はい。いや、まあ、見応えがある試合ではもちろんありました。そうですね、はい、結構非ポケモンジェックじゃないポケモンがメインのデッキ同士だと結構その残りサイドの枚数とかもより難しくなったりとかして、そうですね、切迫しますし、はい、やはり、相手がしっかりパワーのあるポケモンだとするとやっぱり GX 出しづらいくなってしまうので、はい、よりちょっと厳しくはなりますね、うん、そうですね。いや、ちょっとやっぱりジラーチでね、あのカードを持ってくるところで少し考えることもあると思うので、そこが重なると少しね時間のロスにもつながるというところで、ジラーチ同士がミラーの時はね、時間との戦いっていうの要素もしかしたらあるかもしれないですかね。まあそうですね、山触る回数多いですからね、はい、まあ、そこはしょうがないですけれども、はい、今回レギュレーション的なところではありますが、はい、まあ、でもそれも含めてね、両者ともこれまで8勝してきたわけですから、そうですね、まあ、強力なデッキでしょうね、はい。